アマテラスは常に大津事件にしか生まれないし、アマテラスの子孫はお腹家になるから、じゃあうちの娘はアマテラスになれないじゃない。ってわかるよね。でも、娘ってことはうちなんでしょ？うん。実はね、その、うちの卵子上の娘はうち本人。他の人の卵子も持ってる場合があるんですよ。他の人の卵子の場合は、まあ、うちのお腹から生まれても、それはアマテラスじゃないし、うちじゃないんだよね。じゃあ、うちからうち本人が生まれた場合、そのケースについて今から言おうと思うんだけど、それは、大津本家連れていくの。どこの家に、どこの旦那と作った娘であろうが。大津本家の娘ってことですね。それ以外のケースはね、うちが死んでしばらくして、また、大津家にまたうちが生まれる。だけ、こっちの方がよくあるケースやね、実は。必ずうちがうちから生まれるとは限らへんの。そりゃそうでしょ？他の方の卵子で、受精を、他の方の精子と、その他の方の卵子がうちのお腹の中でやっちゃう場合は、それはアマテラスじゃないから、まあ、多い。まあ、お腹系。まあ、ちゃんとそうしたら戻ると思います。この後の時代ね。ほんとはその方が日本国のその国体なんだからね。はっきり言ってね。はっきり言わせてもらったらね。で、じゃあ、その、うちが、うちの娘として生まれたケースはどうしよう。うん、そうそう。お父さんに連れていかれんの。連れ去られんの。じゃあ、旦那は？あるいは、息子たちとか、卵子上は別の女性の卵子上の娘たちは、お腹家として、だから、別れなかった。うちは。うちから生まれたうちは。でもね、その旦那はね、うちの旦那さん、うちが娘になった時の、その、その旦那さんは、お続きから試練を受けるわけ。まあ、斎藤11年はうちが受けた試練やけど、まあ、キングハンサーが受けた試練もね、そう。そういった帝王になる試練を受けますよ。なんで安心で幸せじゃない。悲惨な試練やねんって。それで勝ったら、あれってヤクザになるねんって。ヤクザの一員になれるってさ。いや、やめてとか言うけど。ヤクザって暴力団じゃないからないとか何回も説明してるけどな。反社会勢力でもないしな。何回説明してもあんたら洗脳されてるから、あかんねやろ。もう知らんわ、そんなん。